引田秀夫は、日本の映画監督である。日本映画監督協会会員。1931年4月30日、東京府豊玉郡中野町に生まれる。父は、宝塚少女歌劇団理事長、宝塚音楽学校校長を歴任した、引田一郎である。出身は、兵庫県とされることもある。第二次世界大戦後、大阪府立北野高等学校を卒業。 日本大学芸術学部演劇学科に進学する。同学在学中の1953年、宝塚映画製作所が制作した、斉藤虎次郎監督の、カッパ60詞に、出演、同作は、東方の配給で、同年8月26日に公開された。1955年、宝塚映画製作所女監督部に入社する。同社で、 安田君よし、並木京太郎らの助監督を務めた後、翌1956年、東方に移籍する。1962年に、肺結核を罹患、4年間の休業を経て、宝塚映画製作所に復帰する。1968年、テレビ映画、命ある限りで監督に昇進する。テレビ映画多く手がけ、1975年、ブラジルとの合作による、 劇場用映画、レジナと魔法のコインを監督する。1976年から、阪急ブレイブスに関する、情報ドキュメンタリーテレビ映画、ブレイブスレポートを手掛ける。ブレイブスレポートを担当していた1980年、脊椎カリエスを発症し、闘病に入り、休業するが、1982年には、現職復帰する。翌1983年、同社が、 経営不振のために解散、宝塚映像として新設されるにあたって退職し、以降、フリーランスとなる。2002年8月19日16時50分、肝不全に肺炎を併発し、宝塚市内の病院で死去した。万71歳を打日本人のふるさと、筑波万博、松下館、1985年。特筆以外はすべて監督、制作は特筆以外は、 宝塚映画、配給は特筆以外は、東宝である。ありがとうございます。